どうも高木です。こちらですね、アルコール薬物依存臨床ガイド、エビデンスに基づく理論と治療。この中に覚醒剤の項目があるので話したいんですけど、まず覚醒剤は加熱吸煙や鼻腔内吸引、内服、静脈注射などによって摂取される強力な中性神経刺激劇薬である。強いラッシュの出現時間は摂取方法によって異なる。加熱吸引または静脈注射時には直後に感じられ、直接鼻腔から吸引した場合は約5分後、内服の場合約20分後に出現する。覚醒剤の効果は12時間ほど持続する。慢性的な覚醒剤の使用は高血圧や心筋梗塞のリスクを高めるなど心血管系の障害をもたらすことがある。過量摂取により痙攣や高熱を生じ、速やかに治療しなければ死に至る。覚醒剤の総称、英語はスピード、メス、チョーク、ディナ。加熱吸引可能な剤系の場合、アイス、クリスタル、クランク、グラス、ファイヤー、ゴー、ファーストなどと呼ばれている。これはもう覚醒剤やばいやばいとただ批判するだけではなくって、どうしてやばいのかっていう中身を知る、こういう本を読んで知ることによって、未然になぜやばいのかっていうことを伝えられる人間になると、またまたね、そのただやっちゃいけないやっちゃいけないって言う人はやりたがるもんですから、そうじゃなくてなんでやっちゃいけないっていう理由を説明できるようになるので、こういう本を読みましょうね。